こんにちは。久しぶりに動画投稿をします。タスクスニーカーチャンネルのタスクです。今日は Vlog 形式の動画なんですが、マスクをしてると、何を喋ってるかわからないので、後からこうして声を入れています。さて、外出自粛生活が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は外出できないストレスからか暴飲暴食で、めちゃめちゃ太りました。今人生で一番デブです。過去の動画の頃から比べると20キロぐらい増量してます。昔はどれだけ食べても太らなかったんですけど、あれですね、悲しいかな、おい。というわけで、たまには外に出ないとさすがにデブがやばいということでですね、この動画は数ヶ月ぶりに買い物に出かけた際の様子です。撮影から、かなり日が経過しているので、動画内のスニーカーが今も販売しているかどうかはちょっと分かりません。あらかじめご了承ください。さあ行ってみましょう。さあ、デブが車に乗り込んできました。超広角のレンズで撮影してるから、画面の両端が引き伸ばされて余計に太って見えるとはいえ、これは明らかに太りすぎです。後から自分でこの動画を見てマジでビビりました。はい、パーキングからドライブに入れて、ミラーを開いて、フットブレーキ踏んで、右見て左見てって左から見るんかーい。ちなみにこの日の足元はエアマックス95リバースグレープです。これ人気なかったのか叩き売りされてましたけど、個人的には超美食でお気に入りです。はい、というわけで神奈川県にあります、JR 川崎駅に到着しました。目的地はラゾーナ川崎というショッピングモール内の ABC マートグランドステージなんですが、この店舗、めちゃめちゃ分かりにくい場所にあるので、ちょっと道案内がてら動画を撮っておきました。道順だけ見たいという方は、このね動画を参考になさってください。入り口から左伝いにずっとまっすぐ行くとアディダスのショップがございます。ここでね、イージーがたまに売れ残ってたりします。で、この左手のエスカレーターを登っていくんですが、ちょっと、マナー違反になってしまうので動画を止めておきました。エスカレーターを上がって右手のすぐ目の前のエスカレーターをもう一個さらに上がると、ABC マートグランドステージが目に入ってきます。左手にねナムコのゲームセンター、右手にサーティワンアイスクリームがあります。はい、まずはメンズの棚、こんな感じになっております。はい、まず目についたのがこのジョーダン1ローの85カラーですかね。85のハイカットを、まあ、そのままローにしたようなカラー、黒赤のブレッド、すごいめっちゃかっこよくて、ネットで買おうとしたんですけどもう完売でダメでした。店舗でもねマイサイズはなかったです。このスケッチシリーズのエアフォースワンもスルーしてたんだけど、実物見ると結構良くて、買おうかどうかめっちゃ悩んじゃいました。欲しい。で、次の棚もずらーっと見ていくんですが、多いですね品揃え。右上に目をつけました、私タスク大好きなエアマックス90、まだこれ売れ残ってるんで悩んでます。セールかかってるんで欲しい。
次にエアマックス95のピンクグラデですかね。これも結構いいカラーだと思うし、なんかね、桜の季節とか春とか履くといいんじゃないかなと思うんですけど、セールになっててまだまだ売れ残ってます。僕は買いました。でこれは、ウィメンズの棚ですね。結構いいの残ってる。ウィメンズの棚に、なぜかメンズ対応のこのエアマックス720のブレッドカラーが置いてあって、これも結構いいなと思ってます。で次から次に目が移りますが、ジョーダン3のレッドセメントも売れ残ってます。さらにジョーダン4の、ネオンイエローグラデも売れ残っていて、あーいいね、女の子はもう選びたい放題だよ。そして、ジョーダン1ミッドのなぜかかかとだけ白いやつ、シカゴのかかとだけ白いやつ、これもう塗ろうよね、塗ろう。これなんでこうな、こうした。その下にはまたシカゴっぽいけどちょっと違う、この塔の部分だけ黒い、シカゴカラー、なんかこう残念な感じなんですよね。もう普通にシカゴ出してよ。次にアパレルのコーナーなんですが、あんまりいいのがなかった。ジョーダンのこの迷彩のジャケットぐらいかな。それ以外はちょっとピンとくるのがぶっちゃけなかったです。今回はちょっと外れでしたね、アパレル、残念。で今回面白いなと思ったのがこのキッズコーナーのスニーカーですね。これがなかなかでよくできてる。これジョーダン4のファイヤーレッドなんですけど、スリッポンタイプになってて脱ぎ履きがしやすい。で他のカラーもあってなかなか可愛いですよね。こうジョーダン1のこうなんかスカイジョーダンとかいう名前なんですけど、ベルクロで脱ぎ履きがしやすいタイプのジョーダンで、インナー側だけ、スウッシュがあると。これなんかはジョーダン4のイエローグラデ、エアはないんだけど形は忠実に再現してました。で上の方にはなんかバンドっぽい、ジョーダン1のバンドっぽいスカイジョーダンとか、でその右手にはなんかフラグメントっぽい、ジョーダン、スカイジョーダンのキッズモデルとかね、ありました。で、スリッポンタイプじゃないジョーダン4もあって、これはねすごいよくできてて、エアは入ってないんだけどちょっとなんかフィギュアみたいな感じで8000円ちょい、これなんか欲しくなっちゃった。はい、でまた別の棚なんですが、ちょっとねもう割引をいろいろセールを やりまくってて、もうね紹介できないぐらいいっぱいありました。めっちゃ楽しかった。やっぱね実店舗行くのはいいっすね。でちょっとスニーカーと関係ないんですけど、こちらの映像、頑張ろう川崎スペシャル抽選会とかいうのが、駅ビルのところで開催されてて、もう完全にね3密状態ですよ。人人人、めっちゃ人が並んじゃって、こう並ぶ方も並ぶ方だと思うんだけど、まあねこの時期に並ばせるかっていう、この最後尾の札まで作っちゃって、こんな時にやらんでもええやんっていうね、気をつけましょうみんな。はい、で ABC マートでスニーカーを見てきたんですが、本来の目的は別にありまして、ヨドバシカメラで新しいカメラを買ったので、その、
レンズをねいろいろ試したいっていうのが今回の主目的でした。でこれ今、ちゃんと店員さんに許可を取って、レンズをいろいろ試させてもらってます。ソニーのカメラに乗り換えて思ったんですけど、本当にね動画撮影時のオートフォーカスが優秀で、もう今までのカメラは何だったんだっていうぐらい、それぐらい素晴らしいです。ソニーは新しいカメラとレンズを手に入れたんでね、これからも、ちょっとずつ動画をアップしていければなと思っております。それとですね、実は もう一つあのチャンネルを作りました。今これスニーカーチャンネルなんですけど、ちょっとこれはスニーカーに特化したチャンネルにして、もう一個は、まあ、ガジェットとか、雑談とか、なんかあんまりスニーカーに関係ないことをアップしていく予定なんで、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。